にちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は水上生成たる緑です。これは水上生成たる緑、元来これ不評による語で、意味は水の表が鮮やかな緑色に見えるのはそこに浮き草があるからだということで、根を持たないのでところを定めず常に漂い続けているけれども、その生き生きとした青さをどこにあっても失わない菊草の超然とした在り方を、諸法を暗挙する修行僧の姿に比して称えた言葉です。今から水上生成たる緑を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。